ドッグホームチャンネル。はい、こんにちは。ドッグホームチャンネルへようこそ。今日の動画、立ってますけど、お座りトリマー。今日は、あきちゃんの歯磨きの動画について動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。歯ですよ。歯です。はー。それで今回購入したのがあわゆきというすごい柔らかいヘッドのブラシのついた、歯ブラシ、そう歯ブラシです。でね、なんか評価はわりかし悪くなかったので買ってみました。飼い主も力技なんで犬も力技になるんだよね。まあそこら辺はそうかわいいこんなヘッドで。でもブラシなんだね。思ったよりはちょっと硬いかな、こんな感じで。新商品。新商品っていうかね、なんか吉祥寺の方のお店で。犬用なの？犬用です。で、これもワンサイズ大きいのがあって、で、それを使っていく感じです。はい。で、まあ普通にただ単に歯を磨くだけでもいいんだけど、一応今回これを使っています。ペッツメルトって言って、これ口の中を乳酸菌で余計な雑菌を取るが、歯茎をこれでマッサージしたりするジェル。なるほどね。で一応甘いので、乳酸源と、あとなんか甘い原材料が入ってると思うんだけど、犬はそんなに嫌がらない。で私がなぜ歯磨きをするかってさせるかって言ったら、前の子が、歯石が溜まりすぎて人間でいうところの歯槽膿漏になってしまい、そこからその膿が普通だったら人間だったら手術したりして下に抜けるんだけれども、犬の場合は歯が強くて抜けなかったから上に膿がいって、ちょうど人間でいうところのこの目の下に、穴が3回開いた。で1回目は手術でそれを抜歯して中をきれいに洗浄して塞がったんだけれども、2回目3回目はもう16歳とかの高齢だったので、獣医さんの方がもう麻酔はダメだと、なんで対症療法で毎日膿が出ての洗浄をして抗生物質を入れてっていうことをやってて、本人もやっぱり痛いのかどうかはちょっと分からなかったけれども辛そうだった、で口もすごい臭いし、で喉のね、その唾液腺が腫れちゃったから、ここがもうパンパンに腫れ上がっちゃって、もう横倒しになって寝てるのを見るともうアザラシみたいな顔になっちゃって、でそんなこともあったから、やっぱり次の子はきちんと口のケアをしてあげようと思って今回歯ブラシをゲットしたんですね。で歯石取りとかうちみたいなトリミングショップとかでやってますよって言うけれども、それはね正直あんまりよろしくない。っていうのも、こんな小さい口に無理やり器具を入れて奥歯から取っていくから、口を触られるのが嫌になってしまう。で完璧に取れない。で場合によっては歯に傷をつけてしまって、そこからまた虫歯みたいなことになってしまう。あんまりいいことないんで、やるんだったら獣医さんでしっかり全身麻酔できちんと取ってあげる。そんくらい厳重にやってたらね。でただ全身麻酔だからなんか2回ぐらいまでしかかけられないかなって感じなので、そうそこは飼い主さんのお考えでやってみてください。はい。それではやっていきたいと思います。で、あきちゃん今までこういう歯ブラシを使ったことがなくて初めてなんですね。なんだこれはって感じですごい興味津々ですけれども、噛まないか、まあ、噛んでもいいけど。で前までは、歯石取る紙を使って私が指で口の中突っ込んでガシガシやってたんですね。で今回これにまでさっき言ったこのジェルをニュロンソをつけて、で味があるから多分本人喜ぶと思うんだけども、硬くな首傾いてる、硬くな、ほら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 舐めてる舐めてる。どういう向きのが取りやすいかな。舐めてる、味わってますよ。いいんです、味わってもらうね。かぶってなかなかお互い初めての経験だからうまくいかないけど、正面向いちゃったらいいのかな。でレベル1はね、この剣士門士とか剣士までなんだけど、問題はこの奥のここら辺にある九死、でここはちょうど唾液腺の下にあるから結構いろいろさらされてるらしくって、で犬の歯石って奥からついていくから、その奥歯を磨けないとお話にならない。寝かせた方がいいのかな。どうなんだろうね。逃げようとするな。よいしょ。なんか味わってみたいですよ、味わってくれてね、方がいい。で、よいしょ。これね、うまく出せないんだよね、私も。ここら辺、そうそうそう。これ、汚い。これが歯石の原因になったりとかするので、やらせてください。これは味わってんのかな、磨かれてんのかな、両方。グエってやめて、怖いからのざいさせるわけにいかない。吐き出そうと必死になってる。吐き出そうなのかな。あ、でもちょっと汚れついたらなんとなく黄色っぽい感じがする、ね、さっきより、あれ反対だよお前。反対もあるんだよ。塗装を測るんじゃない。おやつ食べていないですけど、これやっぱこんなちっちゃいのでよかったな、大きい、もうちょっとワンサイズ大きいやつだったら多分ダメだったかも。あ、そうだね、犬の口の大きさとかにもよるので、そうそうそう。ちょっとやってすいません。閉じるんだ。ちょっとあなた小袋。そういうふうにやる。ここなんで私が磨きたいのは。味がなくなってきたからなんか突っ込まれてるとしかも。でもジェルの方には気になってる。ジェルはね、あ、ジェル横に垂れちゃったけど、私の手だよそれ。ね、いつも甘噛みしてこっちを噛んでくれば、こういう時はやらせない。噛ませない。もうさ、こんな本当にちっちゃい口にさ、胸髄で歯石取るって死ぬほど大変だと思うんだよね。そうだね。動くもんね、こうやって動くもんね。内側はこれ磨けるんだけど、外側磨きたいんです、あきちゃん。まあ言うにしてみりゃね、なんかふざけんなって、そう突っ込まれてふざけんなって感じだと思うんだけど。すいません、わかりました、すいません、ごめんなさい。怖くはないんだよね。うん。怖くはない。シャカ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 。なんかやられた。はい。私も初めての経験なんで、超下手くそですけども、少しずつこれで慣らしていければなと思います。今日初ですね。今日初です。犬を飼ってて初めてですよ、犬の歯を磨いたの。昨日ベロベロしてる、もうね、やめてくれっていうベロベロです。でやっぱり歯っていうのはすごい重要なので、お家でもケアをしてみてくださいね。逃げた。今日の動画はこれでおしまい。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。自分でやってんじゃない。これでいいんじゃない。これでいいのかな。かじってんだけど。めっちゃかじってんだけど、いや、絵をかじるんですよ。ああ、そっちか。どんな歯磨き？野獣の歯磨き。もう結構いけるね。でもね、これもね、慣れなんだろうね。やり方を覚えちゃうと減らしてくれたりする。はい。めちゃ映えてる、めちゃ映えてる。これを加えると歯磨きされちゃう。そんな感じだね。そんな感じだね。噛まない噛まない。あ、いけるね。噛まなくなったね。いや、噛んでます。めっちゃ噛んでます。なんか赤いのがついた。喜んでかじってますけど。はい。餌じゃなくて甘いのを感じてるんだね。うん。あ、いいねいいね。いいねいいね。ぐわぐわ。どんな遊び？遊びじゃないんだよ、秋。すみません、返してください。そろそろ返してください。終わりなんで返してください。気に入っちゃった歯ブラシ。以上でよろしいですか？はい。永遠に噛み続ける。気に入ってんじゃないか。押さえつけられる。今パキって言うから危ない。全然見えなくて壊れちゃう。壊れちゃう。でもなんかガタガタになった。チャンネル登録よろしくね。